合わない相手との関わり方自分と合わないと感じる方との関わり方を教えてください仕事で自分と合わないと感じる後輩がいます。 表面的には怒りなど出さずに仕事しているつもりです。しかし心の中では後輩のことが浮かんできて考え、怒り、苦しい感じです。勝手に考え、怒り、苦しんでなんだか情けない感じもします。出てくる気持ちなどに気づいて落ち着く時もあります。ただうまくいかないこともたくさんあり、疲れていると感じています。うん まあ、あの相手のことを好きしてください。人々はそれぞれ性,性格を持って生まれるんだからかわいそうでしょう。だから自分の性格に合わない人間というのは当然いるんです。そういう人々にも自分の世界で幸せで生きる権利があるんですね。だからまあ放っておきましょうというね。えー 掘っておきましょうとかねその人の自由でしょうと例えば人間同士である人が肉は生で食べたいと。ただ気持ち悪いでしょ、我々普通に考えれば。店からチキン買ってきたら、じゃあこれからチキンカレー作りましょうって言ったら、ちょっと待ってくださいと。私の肉の分は別にカットして置いておいてくださいと。私はそれは生でご飯と一緒に食べます。 なんだこれ超気持ち悪いとかお前いるかいとかっていうと人権侵害なんですね。はいそうですか分かりましたあなたの分置いときますとかね。そそちらの自由はそちらでこちらの自由はこちらでという感じでいいんじゃないかなと思いますよ。えー、世の中でどんな人間も 自分の性格に合うわけじゃないんですね私も今まだたがってますよ私の性格に合う人間がいるのかいとまだ見つかってないんですまあ、このうち見つかるでしょうかね <laughs> そういうことですだから、自分の性格に合う人に見つからぬまま、私は死ぬでしょうねまあ、と短いんだからね でもそれで私は、だから私は仏教のあれだけなくても人類は平等であるとみんなにそれするの。人権があるいう言った言はもうは初めからもあったんです。人は様々やと。いちいち言わないやと。その代わりに私は自分と違う性格の人々のことをすごく面白がるの。 面白い性格とかね、性格で合わないんですよ。合わないんだけど、別にトラブルも起きないんですね。はい、そういうことで、敷し,しみで見てください、えー。自分に合う性格の人間っていうのは、ほとんど少ないということを理解してください。はい、ありがとうございます。